普段層は赤坂普段層属の一年層二年層。要塞として改良されたビートの一系統。天才やテーブルビートとは同種。レッドチャード野菜として利用される普段層は地中海沿岸からカスピ海周辺やペルシアを原産とする浜普段層の改良種である。株の全体が無毛で長さは葉を含めて30センチメートル程度。 洋服は10センチメートル前後で、卵型、もしくは長卵型の肉厚な葉を持つ。葉の色は、新緑色、白色、黄色などがある。初夏には家計を伸ばし、花弁がなく、5枚の花側、5本のおしべ、1つのめしべからなる花をまとまってつける。普段草は、紀元前千年くらいには、シチリア島で栽培されていたと言われ、 中国には6世紀頃に栽培されていた記録がある。江戸時代に書かれた本朝食感の記述には近年過酷より来るとあり、日本には17世紀頃に伝えられたと考えられる。農業前書には四季替えずあるゆえに普段草と夏切るなるべしと名前の由来が記されている。伝統的な自家消費野菜として各地で栽培され、ほうれん草に似ているが、 比較的季節に関係なく利用できるので普段そう、いつも自社、とこなとも呼ばれる。京菜という表記もある。沖縄県では、むすなばーと呼ばれ、すうねまたは、うさちというあえものやんぶしという味噌にに仕立てる。沖縄では冬野菜として利用される。他にも様々な地域名があり、岡山県では甘菜、長野県では、ときしらずやきしゃな、兵庫県では白な、 京都府では、当事者、大阪府ではうまいな、島根県では、おほばこじさと呼ばれる。対処性、対寒性が強いため、都市近郊では夏場に品薄になるほうれん草の代用品として栽培されてきたが、近年では、ほうれん草の品種改良が進んだことから、商品作物としての需要は低下している。葉は、ほうれん草と同じように、おひたしやえものに利用される。 太い傭平は煮たり、炒めたりして食べられる。茎は、色彩鮮やかで、赤、オレンジ、白などの種類があり、これらは、ポリフェノールの一種であるベタレイン色素によるもの。生殖用のレッドチャードの若葉は、ベイビーリーフやミニビエトラなどの商品名で流通しており、ラムズレタスなどと一緒に、サラダとしてよく使われる。生洋フランスは、スイスチャードやビエトラの名前で、 種苗店で販売され、食用以外にも園芸用として栽培されている。種子は発芽しにくく、三つが一塊になっている。そのため、間引きを考え感覚に注意して種をまく。酸性土壌に弱いが、プランターで栽培可能。暑さに強く、年中通して比較的日光をあまり気にせずとも栽培しやすい。収穫が遅いと葉にえぐみが出る。カルシウムやミネラル。 ベータカロテンなど栄養価が高く、食卓を彩る野菜として人気がある。ありがとうございます。